プレゼント企画やってます。どうもドーズラです。はい、ということで本日もこちらドーズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日から見た目が変わっております。めちゃめちゃかっこよくないですかこれすごいお気に入りのね、ドズラジの画像なんですが、ドズ主のデザイン部の皆さんが作ってくれました、めっちゃテンション上がります今日からこれでね、お話ししていきたいなと思うんですけれども、今日のテーマは結構ね YouTube ネタ、 YouTuber あるあるとか YouTuber 裏事情とかが結構こうコンテンツとして人気があるので、 YouTube の裏事情を話していきたいと思います。YouTuber がよく10分以上の動画を作る理由について話していきたいと思います。過去に話したことあるかな、大きく分けてね2つ理由があるんですよ。よく YouTube 眺めてると10分10秒の動画とかね、10分ギリギリの動画がね多いことに気づくと思うんですよね。なぜ YouTuber が10分超えの、動画を作りたがるか、この理由を2つに分けてね話していきたいと思います。で、1つ目の話は結構皆さん知ってる方も多いと思うんですが、 YouTube って10分以上の動画を上げると途中にね広告が入るんですよ。あれ勝手に入れてくれて、そのミドル広告っていうんですけれども、オープニング動画の見始めるところだけではなくて間にも広告が入って、まあ、単純に収益が上がると。でこういう話をすると YouTube を金のためだけにやってるのかと、なんかこうなんていうの、10分に伸ばして金儲け主戦止めみたいなコメントが絶対つくんですけど絶対つくんだけど、よくよく考えてみて、よくよく考えてみてください。例えばよ、例えば皆さんが、まあ、仕事をしてます、バイトをしてますってなった時に、まあ、2時間45分間働いたとするじゃん。2時間45分働いたとして、あと15分ね、何かしらちょっとした作業をすると、まあ、3時間分の時給が出ますよと。でも今帰っちゃうと2時間分の時給しか出ませんよっていうシステムだったら、もう15分頑張るじゃんこの例えが正しいかどうか分かんないけど、 YouTube が10分って決めてるもんなんで、まあ、みんな10分の動画を作りますよね。そりゃこの決まった10分ってもう YouTube が決めてるんですよね。それ10分以上の動画を作ったらそのミドルの広告入れて収益が上がりますよっていうシステムなので、まあそれは10分の動画みんな作ろうという努力はしますねっていうそれが一つね。まあ、これはね正直個人的にはよ、個人的には10分以下の動画にもミドル入れてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、これは YouTube 側のね仕様なので、まあそんなもんかなと思いつつ、うん、あれですよね、さっきはバイトの話をしたけど、テレビとかもそうじゃないですか。例えば30分1時間って枠があって、その枠でこう番組を面白く作るじゃないですか。例えば今週撮れたかちょっと薄いから30分いつもやってるけど今週15分でいいやとか、今週撮れたかめっちゃあったからいつも30分だけど今日40分放送するねみたいなことできない、できないというかやらないじゃないですか。まあ、もちろんそれは放送局的なものでできないこともあるしあれなんだけど、まあ、そういう、こう枠組みがやっぱね YouTube の中では10分っていうのがあるので、まあ、YouTuber はみんな10分の動画を作ると。でそうして、まあ、収益が上がるよねみたいな話が一つ。あともう一つ、YouTube って長い動画の方がこうパワーが蓄積されやすいんですよね。このパワーって何かっていうと、YouTube に関連動画とかあなたへのおすすめとかでよく出てくるじゃないですか。あれってどういう基準で選ばれてるかっていうと、そのたくさん見られた、やつほどこう表示されるんですよね。でそのたくさんって何かっていうと、視聴回数でもチャンネル登録者数でもなくて実は再生時間なんですよ。再生時間がたくさん見られた動画ほど、おすすめとかに出てきやすい。つまり動画が長い動画なほどその最後まで見てくれる人は最後まで見てくれるんで、まあ、そういったところで動画を長くするとおすすめとか、関連とかに乗りやすくなるっていったところで、まあ、結構こう皆さんね長い動画を、まあ、作る、傾向にあります。もちろん短い動画ばっかりで勝負してる人もいるし、それはその人その人のね、スタイルだと思うので別にどっちがいいとかどっちが悪いとかではないけど、まあ10分ギリギリの動画っていうのがやっぱ多いですよね多い理由としては、まあ、そういう裏事情があるよ的な、プチ情報の動画でございます。まああんまりこう YouTuber は自分から堂々とね、いや俺はもう収益を上げるために10分ギリギリの動画を作ってるぜって公言してる人は、まあ、少ないと思いますし、別に何て言うんだろう、
もうこうかさ増しかさ増しで10分の動画作ってやろうと、もうそれだけにね、あの目の色変えてやってる人は結局こうコンテンツ力が薄くなって、あのそもそも伸びないので結構やっぱ皆さんね、あの見る方はしっかりコンテンツこだわった、10分動画だったり、まあさらにはこう3分のめっちゃこだわった動画ばっかり上げる人とかが、まあ、人気だと思うんですけれども、まああのなんて言うんだろうな、9分50秒の動画とかだったら、まあ、頑張って10秒話すかみたいなそういう努力は皆さんしてらっしゃるかもしれません。はい、ということで、じゃあ本日はね、YouTuber が、まあ、10分数秒の動画を、作りたがる理由について話していきました。これからもね、いろいろなテーマに関してドズラジお話ししていきたいと思いますので、まあ、今日の動画ね、ためになったなとか、まあ、ためにはならないか知らなかったとかね、面白かったという方はグッドボタンよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。